平野紫仕様のシンデレラガール歌詞誤り本当に意味深ファンと専門家の見解。ファンの疑念と音楽ライターの意見 CDDV30 周年特番での生放送中、キング・リンチェの平野仕様がデビュー曲シンデレラガールの歌詞を意図的に変えたのではないかという疑惑が浮上していますいます。歌詞の変更箇所は 階段を駆け上がって人並みに消えるから階段を駆け上って人並みに消えるへの変更でした。この和文がなぜ意味深だとされファンと専門家がどのように受け止めているのかを解説していきます。音楽ライターによれば歌詞を変えること自体はプロの行為ではないかと指摘されました。しかしこれが単なるミスなのかそれとも深い意味が込められているのか ファンの期待と不安が入り混じる中、真相を探るべく、ファンと専門家の視点を交えて考察していきます。ファンの視点、駆け上がってと駆け上っての違い、シンデレラガールの歌詞変更に対するファンの反応は賛否両論です。特に注目を集めたのは、駆け上がってと駆け上っての表現の違いです。 前者はある程度整った坂を上がる様子を表し、後者はより困難な道のりを自分の力で登り詰める様子を描写します。ファンたちはこれを金プリの未来を占う暗示と受け取り、解散後、高みにのし上がることを暗示しているのではないか、と考察しています。平野の歌唱にも、恋に歌詞を変えたかのような雰囲気が感じられ、 これがバラエティに向いた演出だと結論付けている人も多いようです。ただし、一方で歌詞ミスを新読みしすぎではとの声もありこれはあくまで一つの解釈であることに留意すべきです。音楽ライターの見解、プロの仕事か、それとも意図的な演出か音楽ライターは歌詞を間違えても平然と歌うのがプロ、と指摘します。彼らによれば、 駆け上がるか、駆け登るかは文脈による微細な違いであり、真意を見しすぎる傾向があると述べています。しかし、その中でもし本当にわざとだとすれば、平野はさすが、バラエティー向きですね、との一押しも見られます。専門家の視点からすると、これが単なるプロの失敗ではなく、恋の演出である可能性も否定できないようです。ここからは、 平野の行動に込められたメッセージや、これが意図的な演出だった場合の意味合いに迫っていきます。平野仕様の意図的な演出かシンデレラガールの歌詞変更が意図的なものであるならばその目的は何だろうかファンの一部は、これが解散に向けたメンバー間の心情を表現したものではないかと推測しています。 歌詞の変更がグループがこれから迎えるであろう未来に対する懸念や期待を反映していると信じているのです。一方で、これがあくまでライブパフォーマンスの一環であり、ファンとのコミュニケーションを意図したものだった可能性も考えられます。バラエティ番組でのエピソードは、アーティストとしての個性を打ち出す手段として利用されることがあります。 ファンの期待とアーティストの自由平野仕様のシンデレラガール歌詞変更に対する疑惑についてはっきりとした結論を出すことは難しい。ファンの期待や不安、そして専門家の意見が入り混じり、一つの事象に対する異なる解釈が存在しているからです。 アーティストが表現の自由を持つ一方で、それが恋の演出なのか単なるミスなのか、見極めるのは難しい課題であることも確かです。しかし、こうした疑惑や論争がファンとアーティストとの交流を深め、音楽の楽しさや深みを探求する一翼となることも期待されます。いずれにしても、キング。 リンチェのファンにとっては平野耀の一挙手一投足が気になるところところ。今後の彼らの活動やコメントを注視しながら真実の解明を待ちたいところです。